ウェスティンホテル大阪は、大阪市北区大与土中一丁目にあるホテル。マリオットインターナショナル参加のホテルブランド、ウェスティンホテルの一つ。運営はテールインコーポレーション。梅田スカイビルと共に新梅田シティを構成する。アメリカ合衆国で、最も伝統あるホテルチェーン、ウェスティンホテルリゾート日本第一号として、1993年6月3日にオープン。 客室数は、スイートルームを含め304室。ヨーロピアンクラシック調で統一され、標準タイプで41平方メートル。最高級のインペリアルスイートは320平方メートルの広さがある。26階から30階は、エグゼクティブフロア、ウェスティンエグゼクティブクラブとなっている。6つのレストラン、ラウンジバー、フィットネスクラブリラクゼーションサロンを有する。 フランス料理ステラマリスは現在宴会場となっている。当時、ウェスティンホテル大阪を経営する青木アーバンデベロップメントは2003年6月24日、東京地裁に民事再生法の適用を申請、保全処分決定を受けた。負債総額は約315億円で、同ホテルは営業を続けながら支援先の選定を進めた。 同社は1989年に設立。93年に同ホテルをオープンし営業を続けていたが、当時の親会社だった青木建設が2001年に民事再生法を申請。経営破綻したことで同建設からの再建回収が困難となったことや、周辺ホテルとの競合で利用客が減少し資金繰りが悪化していた。 青木アーバンデベロップメントの2002年の売上高は61億円、経常損失は7億5千万円、再建者は約620人であった。2013年3月、従業員に残業代などを支払っていなかったとして、大阪労働局天満労働基準監督署は、労働基準法違反の疑いで、同ホテルを運営するテールインコーポレーションと同社取締役でもある。 同ホテルの男性総支配人を大阪地検に書類送検した。総支配人は容疑を認めているという。送検容疑は2012年2月16日から同年3月15日にかけ同ホテルの従業員計21人に残業や時間外労働に対する割増賃金など契約101万円を支払わなかったとしている。 関係者によると、従業員の中には月129時間を超える残業をさせられていたにもかかわらず、固定給と定額手当しか支払われていなかったという。同署は2012年8月、内部告発を受け、同社本社などを家宅捜索していた。同社は過去にも従業員への残業代不払いなどをめぐって3回の行政指導を受けており、同署は、 再三の指導に従っておらず、同社が組織的にサービス残業をさせていたと判断した。ありがとうございます。